2023年11月第1週公開の主な映画はこちら。今週注目作はこれしかないですね。ゴジラマイナスワン。生きて抗え。戦後焦土と化した日本に突如現れたゴジラ。残された名もなき人々に生きて抗う術はあるのか。指揮を取ったのは山崎隆監督。山崎監督といえばオールウェイズ3丁目の夕日、永遠のゼロ、スタンドバイミードラえもん、ドラゴンクエストユアストーリー。はっきり言いますけれども、僕は山崎監督とは全く感性が合いません。彼の作品で面白いと思ったことがありません。人間描写が薄っぺらく感じるし、上っ面だけの人間関係を描いているようにも見えますし、こうすれば観客は感動するっていう感動の方程式みたいなものを作り上げている感じがして、感性ではなくセンスではなく計算で映画を撮っているように見えるんですね。まあヒットメーカーではありますけどね。そんな僕と全く合わない山崎隆監督のゴジラマイナスワン、楽しみに期待をして見に行きたいと思います。ということで、2023年11月第1週公開の主な映画でした。まあこの監督いっつも予告はいいんだよね。